入ったよ。はい。さあいかがでしたか、私ちょっと一人で楽しんできてしまいましたけれども、ハワイのハレクラニホテルのザ・ベランダで楽しめますアフターヌーンティー、帝国ホテルの望月シェフを、ね、フィーチャーしたこのアフターヌーンティーなんですけれども、こちらは8月いっぱい、まで楽しめますので、ご予約も受けたまわっているということですので、ぜひ、ハワイのハレクラニザ・ベランダに行って楽しんでみてくださいね。さてゆりかさん、ちょっと私の、あのケーキの食べっぷりを恥ずかしながら披露させていただきましたけども、ゆりかさんケーキとか甘いものは召し上がるんですか？私はもともとあまり甘党ではないので、うん、あんまり食べないですね。なんか強そう、お酒は好きですけど、お酒もそんなに、うん、あ、本当？はい、うん、なんでしょうね、うん、もう何、健康なものしか、自然なものしか口にしないとか、なんか甘いもの食べるとちょっともたれませんか？もたれないんです。私体が違うんですね、きっとね。もう甘党なんです。あ、そうですか。うん、でももしかしたら私もハワイ島に行って、そのイルカとの生活ベースにしたら体質が変わるかもしれないですね。そうですね、思考、なんかこうな、自然の素材の味とかが美味しいって感じるかもしれない、ね、あ、そうなるといいですよね。そうなった方がいいですよね。うん、なるほど、ね。まあ、今は良くてもちょっと長いこと経つと積み重ねがちょっとどうなのかって気はしますよね。うん、そうですよね。確かに。はい。じゃあ、あの具体的にそのゆりかさんの、あのワークなんですけれども、ね、その基本的にハワイ島で、おベースにいろいろそのデトックスヒーリングとかされてるって言ってましたけれども、いろんなワークショップも開かれてるんですよね。そうですね、まあ、もともとドルフィンと泳ぎたいと思っていらっしゃる方のために、まあ、お宿の提供とかをしていて、で、まあ、イルカと泳ぐ機会になったりとか、あとはあのいくつか、まあ、ハワイ島のパワースポットを巡る、そういうあのツアーとかも年に数回やってます。あとは何だろう、今の最新の技術というか、なんかまた開発したものがあるんじゃないですか。結構私自身がすごく助けてもらったあのセラピーの一つで、あの EFT タッピングっていうのがあるんですけれども、まあ、これは感情のマッサージとか心のエステって言われるんですね。私たち感情とかは持ってるけど、感情のお手入れってあんまりしないから、怒りっぽい人は怒りっぽいまま、はい、それとか悲しいのに怒りで表現しちゃったりとか、結構感情っていうものに対してなんかこうあんまり無頓着なこと多くないですか？ある、ね、うん、感情表現が激しすぎたり全くしないかったり、あ、もうしょうがないじゃんって思っちゃいま す、ね、思っちゃうことは。でもやっぱりなんとなくこう詰まって体の具合が悪くなったりとか、言いたいことが詰まってなんかこう重たくなったりとかしますよね、それが結構体のメカニズムで、あの経絡のポイントをタップ軽く叩くだけですっきりしちゃうっていう体のメカニズムがあるっていうことを知って、それはまあ EFT エモーショナルフリーダムテクニックって言うんですけれども、そのセラピーをまあ自分に試してみたらすごく助けになったので、それを皆さんにお教えしたりとかする講習会はあのやってますね。今ちょっとね、ハワイらしいシャワーがバーッと降ってきましたけれども、まあ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ちょっとカメラさんだけ余ってますけど、はい、ね、まあちょっとあの気持ちのいいシャワー浴びながらちょっとお話し続けたいと思いますけども、はい、え、何、そのタッピングっていうのは体にツボがあるんですか？そうですね、あの体の内臓に働くね、ツボとかあると思いますけども、感情のツボっていうのもあるんですよ、それがね、こう上半身のここら辺に溜まってるんですよね、はい、それをまあ軽くこの2本の指でこうやって叩いていくんですよ、はい、ポイント的には、ね、頭のてっぺん、眉頭、ね、そして目の横、はい、目の下、はい、鼻の下、はい、顎、うん、でこの鎖骨の下ですね、はい、で両側の脇の下、はい、を、まあ、こうやって叩いていただくのを、はい、あのこれがポイントなんです、タッピングのポイント、でここに、まあ、いろんな言いたくて言わない感情だったりとか、そして、まあ、すごい将来の不安だったりとか、怒りだったり、そういった感情の状態を、まあ、思い出してもらって、そういう時ってこの経絡の中がバランバランに乱れてるんです、詰まりがあって、それをこうやって、ね、軽く叩くことで流れるんです、経絡の中がエネルギーがで、ね、こうやってエネルギーが流れると感情がすっきりと消えちゃうっていうメカニズムがあることもあるんですね。
でもそれあんまりね、うん、知られていない。私も初めて聞きました、うん、だからすごくこうイライラしたり、うん、人前で話す不安がある時とかにこうやってちょっと不安だ不安だってその不安を感じながら叩いてもらって、うん、で何回かねこの流れをやったら、うん、あれ落ち着いてるっていうふうに。へえ、まあ、簡単に言うとねそういう、うん、あの体のメカニズムを使った感情のリリース法、ストレスマネジメントみたいなのをあのやってるんですよね。これは人にやってもらわなくても自分で叩けばいいんですか？そうです。朝ね歯磨きするみたいに自分でこうポイントを叩いて、うん、とか車運転しながらでもあムカつくとかイラつくとかへでやってるとでだんだんねあの流れてくるとすっきりしちゃうんですね。でさらにはまあ言霊も使うので、うん後半はねポジティブな言葉を入れるので、うん、ああすっきりしたっていう感じで楽になったっていう言葉を入れていくと、へエネルギーがこうシフトして、うん、イライラしてたはずがすっきりしたっていう風になってるんです。へなんかこの話に合わせてものすごい風が今吹きましたけども、なんかそういうことだよみたいな、なんか自然からのメッセージ今メッセージがそうタップされてるような感じがします ね, ねはい、ということでまだ大丈夫ですか？はい、じゃあこれはねでも知っとくと何かっていうときいいですよ ね, ね日本人ほらよく緊張すると人を手に変えて飲むっていうと、うん、そうですね、うん、あの人前で話すお仕事の人とかでもこういうふうにやってる人見たことありますね。あ、本当やっぱ知ってる人はいますよね。へえ、うん、でもこれはやってみよう。感情的にこうブレたりとかしたときに落ち着ける、うんためにもね、うん、それから毎日朝気持ちよく一日をスタートするために、うんね、簡単にこう叩くだけでも落ち着きます。特にねここの鎖骨の下は、うん、あのリンパの、ね、体液も滞りがちなリンパ節とかありますよね、うん、だからここをいっぱい叩くと、うん、この胸腺で、ね、あの刺激されて免疫が上がってエネルギーがもう通るとすっごいすっきりします。へでもこれは誰でも簡単にできますよね、うん、意識するだけで。そうですね、うん、でもここ本当に溜まりがちなところなんで、うん、自分でしょっちゅうしょっちゅうこうやって指開いて叩くと、うんうんうん、へー血行も良くなるし、うん、体も楽に目もすっきり。今ねパソコンとかね、うん、テレビとかゲームとかみんなやりますからね。そうですよね、うん、みんなエネルギーの詰まりだったっていう、うん、それともう、うん、その病気もなくなるわけですよね。そうですよね、その詰まりを作るのはなんかこう心だったりするんですけども、ストレスがそういう、うん、ストレスとか葛藤とかそういったものもこうやって心のケアのやり方を学ぶと随分助かるっていうかね、楽になる人も多いと思いますね。だからその悪いこと、その愚痴ってあんまりねネガティブなことって言いたくないですけど、溜めちゃうのは良くない、あとはその言う表現を考えればいいってことですよ ね, すね。鏡に向かって自分でこう吐き出すっていうのが大事かも、うん、でこうセラピストの人にやってもらうと、うん、自分で見えない部分を引っ張り上げてもらうから、うん、とても助けになると思うんですよね。そういうゆりかさんのセッションはどこであの受けられるんですか？基本的にはハワイ島にあのセッションルームを持ってるので、うん、ハワイ島であのベースでやってるんですけれども、うんまあ、スカイプとか、ね、今インターネット使って、うん、スクリーン見ながら一緒に心の掃除をお手伝いしたりもしてます。へえ、あでもそれはありがたいかも。だからそのデトックスレトリートでは体の中もきれいにして、うん、こういうのも教えして、うんうん、みんなね心もきれいになって帰っていただける。そう多分ねその体じゃなくてその体の歪みって心からやっぱり来てる方がほとんどだと思います、うん、ねえ、ね、特に腰痛も 95% がストレス。あそう、うんへだからいくらねゴキゴキやっても治らない人が多いんですって。腰痛はストレス。そうなんだ、うん、だから確かに疲れると余計痛くなるとか、うん、そうですよね。緊張したりとか。なるほどね、心ですよ、ね、心ですね何事もね、うんうん、そっか。でもゆりかさん今回見てオアフも、うん、あの時々年に数回かいらっしゃってますけども、はい、そこでセッションもやったりされるんですよね、はい、あのやらせていただいてます。ゆりかさんもブログもあのはい、ホームページもあるということ で、はいそうですね、
お問い合わせね、直接ぜひゆりかさんにしていただければと思います、ということで本日はですね、ハワイ島から、野崎ゆりかさんにいろんなお話を伺いました。はい、ということで最後にですね、ゆりかさんの今後の予定を。今後の予定、はい、毎月1回デトックスレトリート5泊6日のものをハワイ島で提供しているので、このあと今月末8月末からポンポンポンと年内やって、うん、秋に1ヶ月ぐらい日本に帰ります、うん、で日本で、タッピングの講習会とか、はい、デトックスも沖縄でやろうかなというふうには思います。あ、いいじゃないですか、ね、日本の方にぜひ ね、 そうですね、どんどん解毒を排泄していただいて。そうですね、いいかなと思います。もう日本の方ってすごい頑張り屋さんで働き者ですので、ストレスためないようにぜひお時間ある方はそのゆりかさんのタッピング直接受けてもいいですし、今おっしゃってたようにスカイプとかまたブログとか、ホームページでもぜひお問い合わせになってみてくださいね。はい、ということで、今日はカハラビーチから野崎ゆりかさんを迎えてお届けしました。はい、また次回のアロハ TV.com もお楽しみに。このようなシャワーがあるのもね、ハワイの恵みということで、お楽しみいただけましたでしょうか。またアロハ TV と合わせておやじ百景の方もよろしくお願いします。それではまた次回、ゆりかさんアロハでー。はーい、アロハー。ありがとう。ごめんなさいね。